阿川博士の十二月二十四日から二千十五年八月三日は、日本の小説家、評論家、広島県名誉県民、日本芸術院会員、日本離島期ともの会名誉会長、文化勲章受賞。代表作に、春の城、雲の母丘のほか、大日本帝国海軍提督を描いた三部作、山本五十六、与内光政、井上成美など、法学者の阿川直行は、 長男、タレントエッセイストの阿川沢子は長女。自身は、私の履歴書では、私の履歴を一言で記せば、地方の平凡な中流家庭に生まれ、小学校から大学まで、ごく平坦平凡な学生生活を送り、戦争中は海軍に従軍して、多少の新酸をなめたが、戦後間もなく主が直屋の水盤により、分断に登場、以来作家として、今日に至る、これだけである、 と解雇している。阿川孝一の長男として、広島市白島区県庁土手通りに生まれた、父と母の系統については、家族、親族を参照開校者付属歳尾小学校、広島高等師範学校付属中学校、旧制広島高等学校を経て、東京帝国大学文学部国文化を繰り上げ、卒業を、卒業論文の表題は、詩賀直を 一種軍曹の阿川博士の1942年9月海軍予備学生として海軍に入隊する。1943年8月に海軍省委任官、軍令部勤務を命ぜられた。大学在学中に中国語の単位を取ったことで、わずかだが中国語ができたため、特務班の中でも、対中国の重宝作業を担当である C 班に配属される。注意に進級した。 直後の1944年8月、シナ方面艦隊司令部府の事例が出る。1946年2月、ポツダム隊という身分で、洋ス港を上海へ下り、3月末博多へ上陸復員する。広島市への原子爆弾投下により焼き尽くされた故郷の街を見る。家は丸焼けだったが、両親は無事だった。実家の川向こうの牛田という街の雨森のする。 呂家に逃れて、中部の父親と、白内省の母親と、いにあたる若者と三人で、ひっそり暮らしていた。志賀直也に指示して、小説を書く。主な著作は、春の城、雲の墓標、山本五十六、与内三政、井上成美、志賀直也、南蛮アホ列車、植味風録など、1979年、日本芸術院会員、1999年、 文化勲章受賞。阿川は1958年8月10日付の朝日新聞長官記事で東海道新幹線の建設計画に対して言及し、その中で世界的には航空機と高速自動車道路の時代に入っている。1700億円もかけて新幹線を建設するなら、その財源で国内航空路の拡充と高速自動車道路を建設すべきだや、新幹線が 世界の三馬鹿の仲間入りにならないように願いたいと、東海道新幹線自体には反対したわけではなかったものの、建設の慎重論を表明した。しかし、この三馬鹿の言葉が一人歩きしてしまい、新幹線建設に対しての批判と取られてしまい、各方面から非難を浴びた。後年にこれは新幹線が世界の三馬鹿になるかと思ったら、あれ言われよという間に、 世界一の優等生となった。と発言して回している。阿川は開業当日の1964年10月1日、週刊朝日に掲載する東海道新幹線と航空機との乗り比べの記事を執筆する目的とした取材で、東京と大阪との間を往復したが、その際、往路は東京駅8時発の新幹線光5号、袋は大阪空港15時30分発の 日本航空コンベア880を利用した。阿川は、週刊朝日1964年10月18日号の記事で時速 100km を越したところかと思って確認したら、すでに時速 180km に達していた。思ったより、スピード感がない、機密がしっかりしているせいかデッキと客室の仕切りにある、手動ドアが開けにくいなどとコメントし、 総合評価については、運賃で新幹線、乗り心地で飛行機との評価をしている。後年、次長、乗り物新視録の中で、上記の世界の三馬化発言の件を、同じ作家の広津和夫より指摘され、苦言を提されたことを表明した。その中で、阿川は広津に、この件を、国鉄総裁を経験したことのある、磯崎明に謝罪したことを伝えている。なお、 阿川は、磯崎のことを、ニックネームの、ダッコちゃんで呼称している。ただし、阿川自身は新幹線を含めての鉄道ファンであり、生前には鉄道に関する著書も執筆していた。鉄道ピクトリアル2014年10月号の記事では、上記のエピソードなどが一部ではあるが、記事にされている。家系父、阿川孝一と、阿川ワ広阿川ガワは、山口県、阿川八幡宮の伊藤宮寺から、 阿川氏の歴史について詳しい説明を聞いたことがあった。伊藤宮司は、鎌倉時代の武将、佐々木貞綱の孫秀綱は13世紀の中頃、長戸国豊浦郡、阿川の地を賜って移り住み、佐々木姓を阿川に改めた。最初に、阿川姓を名乗った秀綱の父行公は君公を立て、峰郡の伊佐に土地を配慮し、伊佐の阿川氏を名乗る。阿川の阿川と伊佐の阿川は、 養子縁組その他、絶えず交流があった。というようなことを述べたという。しかし父、高一の成果の阿賀分は、代々の農家であり、大見源氏直系の鎌倉武将一族の末裔であるということについては、広行はやや疑問を持っている。広行によると、大見源氏直系の鎌倉武将一族と伊佐のお寺の、墓石の下に眠る私のひいじいさんひいひい。 じいさんたちが縁続きであることを必ずしも疑うわけではなかったけれど時代の枝あたりが大きすぎる。多七さんの言う初代と空治さんの言う初代とではおよそ500年の開きがある。宇治川の先人乗りの長兄が持っていた遺伝子が自分に伝発できているという想定はどうも実感を伴いひにくかった。ソフリナナ以前のご先祖に正直なところ私は あんまり興味が湧かない。三之助、七五郎からリナナ夫婦まで合わせて、総計二百五十四人に上る、じいさんばあさんの、サムシンググレートが父を生かし、今の自分を生かしていると考えてもそれは、頭で考えるだけで、実在感は乏しい。親しみの情なぞ皆無に近い。今日を催すのはやはり肌身の感触を知っている父、高一の前半生、伊佐の農家の小せがれが志を立てて、 家境を出て、学を治め、シベリアへ渡り、満州へ、移りつて事業を起こすまでの立身の童貞である。初代、三之助の没年を西暦で知るすと1743年、ざっと数えて、幕末維新まで、あと120年、その間7度代替わりしながら、我が我が家けからは、趣旨学乱学を学んだ者も、勤労の志士も、郷土史に名を残すほどの特能家も出ていないらしい。 要するに代々、平平凡凡たる中くらいの自作能であったと思われるという、初代、三之助の子七五郎が家督を継いで天命七年七月十三日没、改名、釈量終身時、七五郎に高右衛門が生まれ、高右衛門に高次郎が生まれ、七代目、阿川利七の時、時代は明治に入る、旧暦の明治三年十一月二十八日利七と、 妻の死の間に男の子が生まれた、ひろゆきの父孝一である、伊佐の阿川家は、孝一の父李七が早く亡くなって、後に二人の娘と一人の息子が残り家父の死が一家の主だった。また阿川は、父の教里山口について、本籍地は山口県と何かに書いたら、山口県人会からぜひ出てくれと言われて出席したが、 話題になることといえば、戦後何十年間に何人総理大臣が出たという話ばかりするので嫌になって二度と行かなくなったと話している。聖火父、阿川孝一千八百七十年十一月生から千九百四十八年六月没。阿川孝一を参照百七十九年五月生から千九百五十五年六月没母。君は大阪出身で、聖火は刀剣。 骨董賞であった。阿川によれば、母は、広島で私を産んだけれど、もともと喫水の大阪女、父孝一は、山口県ので、私の本籍は、今も山口県三重市にあり、広島県人会から、会の案内などを送られてくると、多少の違和感を覚える。少年時代、学校では、広島弁、家へ帰るとそれに大阪アクセントの、 相当を混じった言葉、両方使い分けていた。という、母君大阪の没落商家の娘君は十八、九の時一度結婚するが、相手の男がひどい手段だったためすぐ別れて、下宿や兼業の旅館へ、女中暴行に出た。その旅館が父、高一の内地へ帰ってきた時の上宿であった。やがて、高一と君との間に関係が生じた。阿川によると、我が家の本籍地、 山口県三根市役所の住民係に頼んで取り寄せた戸籍当本を見ると、こんなもの丹念に見るのは実に久しぶりだが、コシュラン冒頭、明治43年2月14日、石井君と婚姻届出にちゅんぬんと受け付けた大阪市西区役所戸籍理の名前が記されている。これは、数への八つに成長した一人娘のしずえが、小学校へ登る2ヶ月前の日付である。 実質上の夫婦となってから約8年間、母はなぜ阿川の席へ入れてもらえなかつったのだらう。その8年間に日露戦争があって、ロシア語の通訳官として従軍した父は、戦勝古長春で満鉄した受けの土木事業を始める。戦訓により南満州鉄道株式、会社専属実業家の地位を得た父子を一にとつて、おきみさんは、 内縁の妻あるいは単なる大阪の女に過ぎなかったのか。ともあれ、幼い娘がもうすぐ学校へ通り引出す。娘の世間からだと、一方、満州に置いていた隠し子を連れ帰って、育ててやつてくれと押し付けたお嫁と、それや、これやで、ようやく内縁の大阪の女を制裁と認め入籍したのではないかと、想像するのだけれど、本当のところは何もわからない。という。 家庭、ありがとうございます。